ロイン旧市街の街並みロインは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州議院占領制管区のラーンディル郡の市である。ロインは、ベッツラーの西約1 0トルのタウヌス山地の北の市脈とベスターバルトの市脈との間の海抜1 5 0ルから3 3 0ルのラーンタールに位置している。ロインは、北はグライフェンシュタイン及びエイリングスハウゼン、東はゾルムス、 南は、ブラウンフェルス、西は、レーンベルクと境を接している。本市は、ビスキルヒエン、ビッセンベルク、ラーンバーンホーフ、ロイン、シュトックハウゼンの5つの市区で構成されている。ロインは、771年にローオンの表記で、初めて文献に記録されている。元の文献の断章は、ロルシュ文書に含まれていた。1469年。 皇帝フリードリヒ3世はこの小さな集落に市場の開催権を授けた。この特権と1481年にかけられたラーン川を渡る石橋が経済的交流をもたらし、1664年にゾルムス博から都市権は授けられた。1816年にロインはブラウンフェルス軍の一部となり、プロイセン王国のニーダーライン大公国に属した。 1822年にこの軍は、ベッツラー軍に編入された。ロインは、1932年に、プロイセンのヘッセンナスサウ州に属すまで、ベッツラー軍を形成する飛び地であった。これが飛び地であったことは、旧ベッツラー軍が、ラインラントの福音主義教会に属すという形で、現在も、痕跡を残している。19世紀から20世紀初めにかけて、ロインの地域内で、 集中的な鉄鉱石採掘が行われた。ヘッセン州の地域再編に伴い、1971年12月31日に、ロインとビスキルヒエン、ビッセンベルク、シュトックハウゼンが合併し、新たな自治体ロインが形成された。現在の市長者は、シュトックハウゼン市区にある。現存する資料の中でロインは、以下の名称で記録されている。カッコ内は、 その記述がなされた年代であるロインが属した両方、及び行政機構を以下に列記する。宗教改革以後、ロイン市の住民の大多数が福音主義である。ロインの信仰熱心な人々は、プロテスタントの教義の改革派による解釈を堅持している。これは、現在もロインとビスキルヒエンの教会堂で見ることができる。ユダヤ教会は17世紀からシナゴーグを有していた。 シナゴーグは19世紀に老朽化し、再建されることはなかった。当時ユダヤ人はビスキルヒエンに多く住んでいた。当時のロインの木組みの家にはヘブライ語の名が刻まれている。ロインの市議会は25議席からなる。ロインの市長はビョルンハルトマンである。金色の月が橋と水を見下ろしている。この紋章は1664年の死の印象に基づいている。当時は ロインという名称は、ラテン語で、ガツを表すルームに由来すると考えられていた。ロインは、ローマ人によって建設された集落であると考えられてもいた。その光を映す水は、ロイナー別件を象徴している。これは、洪水時に湖のように水を蓄える氾濫源である。現在では、ケルト語でラーン川を示すロインが、ロインの語源であると考えられている。橋は、 あとに、ロインの経済的流星の象徴として加えられたもので、これによりもともと描かれていたカモが除去された。ロインの歴史的中心街の高台に、福音主義教会がある。この教会の正確な創建時期は不明である。どっしりとした教会等と本堂は、ロマネスク様式であるが、内人室と浴労は前期、または後期ゴシック様式に基づいている。 特筆すべき見どころは、翼廊の大きな南側の窓である。北側の球団西洋二階石入り口の増築部分は1907年に建設された。同じ年に、教会の内装に新たな塗装が施された。教会内部には、オリエント風モチーフの板を張った、古く工芸史上重要な木製鉱壇がある。その前には21世紀に設けられた石像洗礼台があり。 何世紀も前に作られたアライライバンが置かれている。浴浪にはフィリップ・ハインリヒ・ビュルギーとヨハン・ゲオルク・ビュルギー兄弟が制作したビュルギー・オルガンが設置されている。このオルガンは13のストップ、一段鍵盤とペダルを有している。このオルガンは2008年に根本的な近代化がなされ、可能な限り旧来の状態に戻された。塔には3つの鐘があるが、 そのいずれもロインの地元の金中造業者が制作したものではない。キリストの誕生とキリストの復活の2枚の絵画は現在行方不明となっている。教会の上には墓地があり、古い紙壁やオーバー等亜の遺構が見られる。エルカーハウス中核支部の中心街には本市のかつての豊かさを示す豪華な木組建築が存在している。 旧裁判所をはじめとする数多くの木組建築が1970年代の道路拡幅の犠牲となった。1818 18年建造の旧義児堂県学校の建物内には私立博物館が入居している。最も見事な木組建築の通りがリムブルガー通りである。ここにはロイン市街でもよく知られたこの町の象徴的な建物であるエルカーハウスがある。 大規模なバロック様式の農場の門がかつてのユンカー農場跡を示している。これはモール家の農場で主観が現存している。この他に給水車や旧ラテン語学校も見どころである。第二次世界大戦後の大勢の難民のために福音主義教会は長らく共同の教会として利用されていたがアダルベルト・シティフター通りに固有のカトリック教会が建設された。これは 旧ベッツラー軍で戦後最初の境界建築であった。境界空間は住居スペース上の2階にあり、天窓からの明かりが内部を照らしている。ロイン、ブラウンフェルス駅ラーンバーンホーフ宿に立派な駅舎を有する駅が存在する。現在その機能に比べ完全に過剰なこの建物は1863年に完成したもので、二つの塔を有する。 ラーアンタール鉄道最大級の建物である。その特別な装飾は、ブラウンフェルス硬貨のためのものである。この駅は、ロインの市域内にあったにもかかわらず、この硬貨の本拠地であることにちなんで、ブラウンフェルス駅と命名された。1990年代になってロイン、ブラウンフェルス駅と改名された。ビスキルヒエン地区には、古い墓地の壁跡や1884年に、 混流されたキュービショフス教会の記念碑がある。この教会がこの集落の名称の由来である。見どころは集落の景観を決定づけているこの教会の後継協会である。この集落で特徴的なのは地元の光線産業である。この地区の象徴的建造物が国定ジオパルクベスタランタウスの有名なジオトープであるゲルトルーディス源泉のブルンネンハウスである。 1995年以降この泉の敷地にはクアセンターゲルトルートクリニックビスキルヒエンが設けられた。校舎は1995年からパーキンソン患者のための専門病院に改編された。リムブルガー通りの私立博物館リムブルクガー通りの古い校舎にロイン私立博物館が入居している。隣には糸つむぎ室がある。ロインは定期的に開催されるテニス大会。 ロイオープンの開催地である。クベレンホーフスポーツ健康センターは1995年にオープンした。この施設内ではテニスやバドミントン及びインドアサッカーが楽しめるレジャー施設であった。しかしこのスポーツ施設は2010年に閉鎖された。存続しているのがスタジオレハスポーツ GMBH である。この施設では精神療法を併用したリハビリスポーツが行われている。 この施設は、ビスキルヒエンシク及び、近隣集落の大部分に対する医療サービスを保障している。シュトックハウゼン駅ロインは、連邦道 B49 号線沿いにある。北に向かうと、エーリングスハウゼンインターチェンジ経由で、連邦アウトバーン A45 号線に接続する。ロイン市内には、ランタール鉄道ギー泉、リムブルク、アンデアラーン、コブレンツ線の2つの駅、ロイン、 ブラウンフェルス駅とシュトックハウゼン駅がある。現在のロイン、ブラウンフェルス駅からはかつてフィリップシュタイン駅、エルンスト鉄道が分岐していた。シュトックハウゼンからはバイルシュタイン駅のウルムタール鉄道が出発しており、地元ではバルカンイコールエクスプレスと呼ばれていた。これら二つの支線は現在では廃止されている。ドルベルクに小さな保養施設村がある。カヌー客には ラーン側に釣り場がある。サイクリング客は特別列車を利用する。ロイナー,ユーゲントサイトプラッツはボートツアー客に無料で停泊地を提供している。ハイキング旅行も特にホーアーシュトラーセを旅するコースの人気が高まっている。ありがとうございます。